はい、平家の日常です。前回の経過測定からだいたい1週間ぐらい経ちました。経過測定、経過報告ですね。はい、まあ前回生活活動量レベルっていうんですか、運動量レベルの誤算で誤った、カロリー設定で、食事をとってしまっていた。だから、停滞に入ってしまって、停滞に陥ってしまっているかもしれないっていう仮説を立ててですね、食事内容の見直しをしていくっていうお話をさせていただきました。で、そこから1週間経って今日、まあ、大体ですね、食事を変えて1週間経ちました。で、その結果が、まあ、この辺がどっかに出してると思います。はい、まあ、とりあえず、まあ、先週の、先週測定した数値よりはまあ下がってました。はい。まあ見た感じでも、まあ結構変わったかな、ちょっとは。まあ動画通してだとあんまりそこまで変化を感じられてないかもしれないんですけど、自分で見る感じは結構また進み始めた感じがしますね。はい、止まっていた針が再び動き出した感じがしています。で、計測のね、この記録をまあ見た感じ、この3、4週間ずっとこの上がり下がりだったわけなんですが、まだちょっと停滞打破できたっていうふうには断言できないのかなっていうふうに自分では思っていて、今取ってる食事をもう1週間、取り続けてみたいと思います。で、来週で測定した時にまたさらに落ちてるようなら、しばらく今の食事の内容で、減量、まあ減量というか、まあ減量っていうほど立派なものではないんですけど、まあダイエットをまあしていこうかなというふうに思っています。はい、はい、ということで、今週のまあ減量経過報告は以上になります。次の1週間後ですね、動画出しますんで、次の動画でお会いしましょう。